もう車ってもあれですか、もう固定しとるような感じなんですか、うん、固定してんの。祭りもないけ、屋台さんもないやん。そうですよね。うん、ね、あのもう電気代もあんまりかからんしね。で、ここそんなに儲かる場所でもないし。うん、もうあれですよね、子供さんとか、そう学生さんとかね、うん。だからね、もうそんなに。今頃あれこれって、そうですよね、値段が上がって大変じゃろう。だから私もね、ロスが出さんようにいる。もういつも決まった数しか焼いてらんのよ。そうすればね、そう経費がそんなにかからんでしょ。そうですよね。とマヨタコを、はい、お願いします。せっかくなので。この辺の人はね、みんなお野菜入れる、キャベツ入れる。あの、あっちの関西の方行ったらもう入れないんだけど、いいですね、ほとんど入れないんだろう。だけど岡山県からちょっと向こうへ、本当に見どこ大抵のところ入れるね。あれじゃ、この右の鉄板はなんか焼いたり、ああプレスみたいな。そうあの普通こうくるくる回すじゃないですか。はいはいはい、この九州の方からこれ来る。あ、そうなんですね。蓋焼き方なんだけど、これやったらあの大抵の人ができる。あ、そうなんです。心配なく。初めて見ました。あ、そうですか、ね、うん。ちょっと珍しいなと思って。もうそれこそ熟練のね人はもうこうやってできるけどね。ですよね。もうこれはもうプレスっていうか、うん、行ってみたいな。そう。もうこれで大体出来上がりみたいな感じ。うん、8割方ね。あとは切れ込みみたいなのいるんですか。そう。綺麗にできるものですね。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。あ、でも美味しいですね。やっぱキャベツの旨味がちょうどいいですね。昔ながらのなんか、そうでしょ、ですね、なんか、うん、おー、うん、ウインナーですかね。あのすごいボリュームがあって、うん、うん、このカリカリのものはものというか、これはね、玉ねぎの玉ねぎなんで、うん、カリカリってあげてる、うん。
待って、この食感がいいですね。なんか硬さがちょうど、こちらのお店ってお休みの日とかあるんですか？月曜日がお休み。あ、月曜日、うん、あの学校がね、あの忙しい時以外は月曜日がお休みなの。あ、そうなんですか。うーん、忙しい、あの学生さんがあの受験する、あ、試験とか、試験とか、そういう時にはあの日曜日お休みにするよ。学生さんも休みがないと、あ、あ、いけいけ、ね、あははは。だから私はもう休みを決めとかないとお客さんの方が迷うだろう。そうですね。だからもうずっと月曜日、あ、月曜日休みで、朝が11時くらいですか、このお店、うん、朝はもうあの9時半にはこう、あ、そうなんですか。時間がね、5時まで。あ、5時まで、うん、というわけでね、ごちそうさまでした。ですね、もう初めてね見る焼き方、まあ恥ずかしながらね初めて見るあのプレススタイルの、お好み、あ、たこ焼き、そしてあのね、初めて見たあのたこ焼きの中にキャベツを入れるというスタイル、まあ、関東のちょっと一部と、まあ、広島とか、まあ、その地域で、まあ、作ってるスタイルだということなんですけど、また普通のたこ焼きとね違って、このキャベツの甘さとかあの旨味とかが、また入ってて、あのふわとろ、関西のふわとろってよりかは、なんていうんですかね、なんか昔ながらの感じ、またこれがまたいいですよね、出来立て、やっぱ美味しかったです。ぜひね皆さん行ってみてください。あのホットドッグもねかなりボリュームもあって、もう安定のホットドッグで、このソーセージもまたがっつりね、あの太さもあって、ぜひ皆さん行ってみてください。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。